ゴー。ホテルの方へ走ってる。早い、クラピカ。待って、クラピカ、いい手が浮かんだんだ。クラピカってば。まさか走って追っかけてんのか。やばいって。絶対気づかれるぞ。すぐ中止。おい、切りやがった、あの野郎。すごい、何あれ。忍者だ、忍者。レオリオ、ゴーは？クラピカについてっちまったよ。俺も待機してろって言われたんだが、じっとなんか知らんねえから。ザー、もう分かった。俺たちもクラピカを追う。どいつもこいつも勝手に動きやがった。つけられてるの。ナブナガ、パクノダ、コルトピー、前を追え。了解。見えたか。影だけ、姿までは。でも路地に一人、ゴミ箱の後ろに一人。オーケー、行を怠るな。了解。クモメ、来るなら来い。ダメだクラピカ。よし、一か八か。ゴー、ごめんなさい、もう追っかけないから許してください。またこの子。出てきな。何の用だ。もう私らに賞金かけてるマフィアはいないよ。あ、え、本当？捕まえろ。フィンクスか、俺だ。ベイチタクルホテルまで来てくれ。一つ聞きたいことがあるんだけど、なぜ自分たちと関わりのない人間を殺せるの？なぜだろうな。関係ないからじゃないか。いや、改めて問われると答えがたいものだな。動機の言語化か。あまり好きじゃないしな。自分を掴む鍵はそこにあるか。なんだこいつ。相手が集中している以上、最低でもこの距離を保たないと奴らの警戒も引っかかるわ。焦りは禁物よ。分かってる。分かってないわ。どうして二人が自ら捕まりに行ったか分かってるの。あなたがここで見つかったら誰も旅団を止められないからよ。鎖野郎じゃないね。ああ、リストの中にいたやつだ。降りろ。そういうものだけに働く勘がある。その勘が言っている。俺はここで。少しでも動いたら切るぞ。あんたの仲間に鎖を使うやつがいるでしょ。今どこ。俺をノストラドファミリーのものだと分かっ。ウボウギンをどうしたの。あんたたちがさらった大男のことよ。ああ、逃げたよそいつは。最後の質問、あなた大切な人いる。エリサっていうの。その子美人ね。てめえらエリサに指一本で。動くなっつったろが。二度もよ。鎖野郎のデータは引き出せたか。二人に記憶を打ち込むわ。メモリーボンド。こんなツラしてやがったか、クラピカさんよ。てめえのツラと名前、殺すまで忘れねえぜ。